こんにちは、デリシキッチンです。今日は冷製トマトパスタ作っていきましょう。まずはフライパンにオリーブオイルを敷いていきます。そこにみじん切りにしたニンニクと玉ねぎ4分の1個分を入れていきます。鷹の爪、種を取ったものを入れて色づくまで炒めていきましょう。色づいたらトマトジュース 150cc を加えていきます。そこに一緒にプチトマト5個分、半分に切ったものを入れて炒めていきます。トマトが煮崩れるぐらいまで炒めていきましょう。さあ、炒まりましたらボウルに移して冷ましておきます。冷蔵庫に入れておきましょう。その間にパスタを茹でておきます。さあ、冷えましたらパスタを入れていき混ぜていきましょう。塩コショウで味を整えていきます。そうしましたら完成です。 Thanks for watching. See you next time. Bye bye.